次は元気で長生き健康情報です。ここでは市民の皆さんが今以上に心も体も元気になれる情報をお送りします。今回は0歳児をお持ちの保護者とお子さんが一緒に出かけることができる広場についてご紹介します。子育てをしてると誰もが私の子育てはこれでいいのかなと心配したり、赤ちゃんの反応に不安になることがあると思います。また子育てに追われて気がつくと大人と一日話をしていないことや外出ができないことでストレスがたまることもあるでしょう。そんな育児を頑張っている保護者の方が集まって話をしたり情報を交換できる場が妙高市内には4つあります。今回は NPO 法人夢キャンパスが行っているおしゃべりんばの様子を見てみましょう。中央子育て広場で行っているおしゃべりんばは毎月第1・第3月曜日の午後、0歳児とその保護者が集まり、育児の情報交換や育児以外のことも楽しくおしゃべりしています。第1月曜日は助産師が、第3月曜日には保健師または栄養士が育児相談に応じています。おしゃべりんばに来ているママさんたちにお話を聞いてみましょう。私はまあ地元じゃないから知り合いが誰もいなかったので来始めたんですけど、でまあ分かんないこととか、その自分が悩んでることとかもなんか結構ここ来たら一緒の人がいたりして、安心できたのもあるし、自分も息抜きになるというか、家にこもっててもしょうがないなっていう感じの、月2回だけだけど、すごい私にとっての方が楽しみになってるかなって感じです。初めての子だったんで、何が何だかよくわからない子育てだったんで、ここへ来て児玉さんにいろいろ相談したり、助産師さんとか保健師さんに相談したりとかできたし、あとお友達もできたんで、すごく良かったなと思って、でこの子の時も続けて、来てます。他の広場についてもご紹介します。どの広場も0歳から3歳の未就園児とその保護者家族が対象となっております。まずピタゴラキッズです。ここでは毎月1回から2回のお茶会を実施しております。会場は主にふれあい会館となっていますが、毎回メールで開催日、開催場所をお知らせしています。問い合わせ先は妙高市役所健康福祉課、電話 74-0013 です。2つ目の広場はベビーワイワイクラブです。毎週水曜日の午前中、妙高市所の2階で活動しています。お茶会もあります。問い合わせ先は岩崎富子さん、電話080-5450-2332 です。そして最後に天使の微笑みです。こちらは妙高高原地域で活動をしています。季節の行事に合わせてイベントを実施しており、2月にはバレンタインデーのチョコ作りを予定しております。問い合わせ先は芦野正代さん、電話 86-4281 です。妙高市では生まれた子どもが心も体も元気に成長するように、また保護者の皆さんの育児不安が軽くなり安心して子育てができるように、乳幼児健診や教室、訪問、相談を通して子育て支援をしています。さまざまなサービスを活用しながら楽しく育児を行ってください。